欧に位置する神秘のベールに覆われた小さな国。半世紀にもわたって軍事政権が支配していたこの国では、倫理を逸脱した高度な科学技術だけが発達し、国民の暮らしは悲惨を極めていた。外交を断絶したこの国の情報は、西側諸国が牽制のためにリークするものだけだった。しかし、折からの冷戦体制の崩壊を受け、この国にも民主化の波が押し寄せた。3年前に起こった民主クーデターは、軍事政権を崩壊し、新しい政府を作り出した。新政府は市場の自由化を急速に図ろうとしたが、それはひどいインフレと大量の失業者を生み出しただけだった。低迷する経済の中、民衆は旧政権の復活を望み始めている。仕事の依頼もなく、暇な時、大抵そうなんだが、いつもこのカフェで時間を潰している。たまに、探偵にとって必要な射撃のイメージトレーニングをやることもある。トルナバにもいくつか射撃場はあるが、出かけていくのが億劫だ。何をぼーっとしているの、ジョージ。またアンナを身元不明者の記事で探しているの？きっといい男を見つけて出て行ったのよ。彼女の名前はジェシカ。アンナ、つまり私の妻の友人だった。妻は2年前に失踪した。私と妻は私がこの国に来てすぐに知り合った。その当時、妻は軍の研究機関に勤め、戦地での精神的リハビリに関する研究をしていた。そして民主クーデター、激動の中での結婚。妻は民間の医療機関に勤め始め、私は私立探偵とも情報屋ともつかない今の仕事を始めた。しかし幸せな結婚生活は1年しか続かなかった。もうまだぼーっとしているのね。じゃあ私は行くわ。患者が待っているから。すまないジェシカ。さて、仕事の依頼もないし、俺はどうするか。あいつは誰だ？ちっ、しまった。何？待て！